今夜は言葉を重ね思いをデザインしている修善寺印刷所の提供でお送りしておりますけれども、はい、ミモリーさん、何でしょう。君勝手知らざるで適当なことをスタジオの中でやりたいことやっちゃってるけど。はい、まあ勝手といえば勝手ですが、なんかさ、詰まっちゃいましたね。いいんだけれども、ミモリーさ、はい、ちょっと俺聞きたいことがあるんだけど。何でしょう。あの曲をね、作詞とか曲を作るね、なんかそういうこうミモリーならではのこう作り方っていうの、なんかそういうあるの？自分はね、うん、なんて言ったらいい、作曲の勉強なんか何もしてないから、うん、まあ曲聴きゃ分かるんだけど、うん、勝手にメロディーが浮かんでそれをコードにとって、はあ、もうなんかじゃあ何、思いつくままメロディーと鼻歌でファニャンファニャンファニャンとかって歌いながらできちゃう。そう、そんな感じ。天から降りてきて、天から降りてきて、いやー、 でも舞台は伊豆にこだわって、あ、ここはね外さなかった。あ、なるほどね。伊豆のテーマだ。伊豆のテーマ、ロックをテーマに。うん。だけど蟹江堂なんて、お、あの小倉さん知ってます？あ、小倉さんは三島の人間だから知ってるか。三島なんですけど、元は沼津なんですよ。あ、そう、近いところに住んだもんね。ね、ほとんど。うん、でもここにね、柴野さんみたいに蟹江堂と言われたってね、天城って言われたってね、ねえ、俺そんなの俺知らねえよ、野田市しか知らねえよって言って。どこの神社かと思いました。だって柴野さんと蟹江堂行って、蟹江堂ブルース二人で演奏しましたからね。ありましたね。ありましたね。蟹江堂のその場所に行って。YouTube 参照です。はい、そしたらあの漁協の人やってきたよね。ひどいんですよ。何をやってんだろうって。あのなんか、はい、船に乗ってなんかこうあの演奏しようとかね、なんかワンもうすごいこと言い出しますから、ね。ガニュドの私。そうそんな中でね、ちょっとこれあのファックスじゃねえやメールが来てるんで、はい、行きましょう。はい、行きますよ、はい。ラジオネームが新花ちゃん。はい、ちょっとリクエスト曲はね、なんか俺よくわかんないんですけど、愛を体に吹き込んでってこれ書いてありますけども、ごめんなさい。はい、メッセージがこんばんは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ミモリーの FB 見て投稿させていただきました。ありがたいです。と早いからね。あのまた僕のお師匠さんがお世話になってます。師匠。師匠。はい、よろしくお願いいたします。よろしくと念を押してますけど。ありがとうございます。あれですか。あれですね。あれです。あれでした。花。花ちゃんですね。わかりました。はい。わかりました。ね。そうじゃないですよね。すいません。あ、なんかね、はい、あの本人らしき、本人らしき方が、なんか外に、外にね、いらっしゃるような、で、弟子を中に入れないと、もう僕の番組もう勝手に使いたい放題や、はい、行きます。ラジオネームが新潟からこんばんはだって、新潟？新潟。お疲れ様です。先日はありがとうございました。また会いに行きますね。あれわかる、はい、ラブコールですか。三島の時にこう来ていただいて、はい、わかりました。新潟、はい、新潟です。新潟の三森ファンと言っておきましょう。はい、はいはい、行きますね。ラジオネームが陽子さん、はい、東京の地より聞かせていただいています。ありがとうございます。皆様のますますのご活躍お祈り申し上げます。それにはさ、はい、ありがとうございます。はい、三森さんの生歌いつか聞きたいです。はい、聞くことできるかな。東京行った方がいいよね。そうね、まあ、来てもらいただいてもいいんですけど、はい、あのほらよく行ってるから三森さん東京の。三森さん、はい、東京結構行ってますね、はい、ロフトとか、うん、行っちゃっていいですか、ライブ。いやいいですよ。ロフトいっぱいあるんだよ。一番よく行ってるのは楽器屋さんだからだけど。楽器屋さんの中で勝手に歌ってる。ロフトってあの階段の踊り場じゃないよね。そうですね。いや違いますよ。すいませんね。お手を立っちゃうんです。スキー場で上に上がるんです。ああ、リフト。それリフト。スエさんって何、こういう性格の人。あ、そうなんですよ。俺なんかでも嬉しくなるね。俺ね、スエさんはあのフェイスブックでね、よく見てて、今日生罪を見れて、僕は本当にね、今日でもここにいるメンバーっていうのは常にそういう人っちだから、今日なんか僕はね、逆のような感じでなんか俺本当嬉しくてね。じゃあミモリーさ、はいはい、もう一曲それじゃあやってくれる。なんだっけ、なんかやるんだな。ね、うん、じゃあ天城の季節やりましょうか。うん、行っちゃってよ。そっち、君は順番が違うから。お楽しみは最後に。はい、じゃあお願いしますね。はい。
が舞う中を飛んでるに消えてゆく淡いの季節は一瞬の恋のようにそれは儚くて峠道の幻と消えて小倉さんお願いします。季節そうですよ。おいいっすね。みんなでやるとバージョン変わるでしょ。変わる変わる全然変わるね、はあ、これあの初めて聞いた人はちょっとミモリーのねこの雰囲気と顔を見なければすげえっていう風に思ってでもやっぱ顔見ちゃうとさやっぱりあいつだよなってあ、ね、そんなこともないんだけども。素敵です、素敵ですよね。スミさんっていうのはだからどうなんですか、ギャグを言ってみたり持ち上げてみたりなんとかさ上げたり下げたり上げたり下げたりね、まあ、で顔見るときに買っちゃうみたいなあのバス見ると買っちゃうとかね、あとかね天城峠走るバス見たお、あいつだみたいなあこう指さしてね、指さすなっつって、まああのじゃあね小倉さん、はい、小倉さんに聞いちゃおう。今回さ、はい、ミモリーの新曲っていうのをね、はい、ね、いろいろとこう柴野さんとかこうもちろん堤さんもね、はい、聞いていろいろやったりしてると思うんだけども、うん、今までのあのミモリーのね、へんちくりんなね、うん、あのへんちくりんな実体験をもとにあのいいかなと思ったらダメだったみたいなね、はいはい、そういう感じのやっぱり同じような曲なの。まあ、基本的には基本的に基本的にはそれだよね。あ、基本的にそれ。あのね、新曲というよりは、うん、今まであった曲のバージョン替え、うんうんうん、で今回そのバージョンでは演奏しないんですが、うん、てかできないんですよ、うんうん、ちょっと難しい。あのね、何ミモリーの曲にもそんな難しいのがあるの？なんでかっていうと、うん、ダンシングと女性コーラスが入ってるから、それをね今回アルバムでやりました。踊っちゃうんですよね。そう、しかも女性コーラスですよ。
うーん、あの一つ前の番組のほら、読んだ曲があったのに、なんか言ってたじゃん、さっき、なんとか絶中って、ずっと、なんとか、ミモ絶中、こんばんは、ミモ絶中でーす、ブルーでーす、メンバーカラーは、ブラックの子を持ったホワイト担当です。なんかさ、こんな話をこうやってね、大の大人が本気で喋ってると、こいつらアホだなっていうふうにね、思ったりもしますけどね。ブルー、俺、オレンジ。あ、そう。だからゴレンジャーみたいになってきません。すいません、グリーンで。そうなっちゃった。はい、ミモゼッチュね。すいません。ピンクでもええで、みたいな。ね、柴野さんからするとさ、はい、このミモリーのニューアルバムについてはどう、はい、どんな感じで思ってる？今までのですね、ミモさんの、イメージをですね、覆すというか、惚れますよ、皆さん。本当に、実はあれですよね、柴野さんがギターで入っております。あ、本当？本当って何これ、何これ何あのね、初耳、柴野さんね、こうお手伝いやってるんですが、もともとスタジオミュージシャンで、これねちょっと名前出せないんですが、本当の、本当のって言い方がおかしいけど、ね、70年代歌謡曲の本当のプロミュージシャンとして活躍された方なんですよ。これ冗談でもなく、別に冗談だって、自分が言わなきゃみんな普通に思ってんの。ミモリーはね、余計な言葉が一言言うことが多いんだよね。はあ、そういう方なんです。そういう方なんです。そう、ね、控えめでさ、はい、初めて聞きました。ね、なんでこの柴野さんがですよ、ミモリーと結びついてるのか僕は不思議でしょうがないんだけどね。なんか人生間違えちゃったそこら辺のエピソード、あ、その辺のエピソードも欲しいんだけど、ちょっと待って、あれが来てる、メールが来てるから、はい、行きましょう、はい、ラジオネームが角刈りの嫁さんから来てます。こんばんは。こんばんは。みんなイケメン、ありがとうございます。みんなって俺も入ってる？入ってる、入ってる。外で聞いてるよって言ってますけど。え、外？どこ？いるじゃない。いるじゃない。まあとにかく、はい、このスタジオをいいようにこう、前回もミモリーってミモリーを呼んでないのに勝手に来た、そう、勝手に来て自分の話ばっかして勝手に帰ってったっていう。歌まで歌っちゃったよね。平気でこう、ありましたね、歌まで歌っちゃってね。まあそれでもいいんだけど、まあでもミモリーっていうキャラはもうそういうキャラだって小倉さんだって思い込んでもうしてるでしょ。まあしょうがないですよね。しょうがない、しょうもない、しょんないね、しょんないね、しょんない、しょんない、難しいね、しょんないと言ったら。いいな、なんかそういう性格の人が羨ましいよね。なんかもう何をやってもまあこいつだからいいかみたいなね。許される。許されるっていう。わかりました。ということで今夜は言葉を重ね思いをデザインする修善寺印刷所の提供でお送りしております。